森下、行く。菊池がいない広島の守備はな。まあ、怪我だししょうがないか。これ三立てされちゃうと来週の苦手神宮がさらにきつそうやな。なんか、ことごとくつきもないし、希望が見えない。ただただ疲労がたまるだけの試合になりそうなね。現地ファンもしんどいね。立ち上がりはいつもこんな感じだけど、さすがに大竹はストライク先行、森下はボール先行。向こうの打者は甘い球打ってくる、こっちの打者はむずい球引っ掛けてもんだ。現地のカープファン仕様になっとるやん。何が首位攻防だよ、笑わせんな。何より森下の1回裏の出来が悪かった。それを見逃すほど優勝を目の前にして生き上がる阪神は甘くない。4点は重いけど、まだ3回、まずは1点取ろう。あと早打ちやめんか。相手にテンポ与えるだけだ。これもうんとか雰囲気に飲まれたとかのレベルじゃなく、チーム力で阪神に負けてるんだよな。大竹に4点じゃ無理ゲーすぎる。阪神ファンを喜ばす試合やね。2位狙いでも若手起用する余裕ないな。これじゃ一挙4失点。きつい展開だけど、少しずつ返していくしかない。4失点じゃねえかよ。ご視聴ありがとうございました。